はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはトータルウォー将軍2からですね、歴史上の戦いと歴史上の合戦というモードで関ヶ原の戦いをプレイしていきたいと思います。関ヶ原の戦いは、皆さん、どなたでも知っている東西を二分した石田三成と徳川家康の戦い、今回はですね、それを石田三成側でプレイをしていきたいというふうに思っています。早速ですね、プレイの方を始めていきたいと思います。で、同盟相手、味方には石田三成、島津義弘。敵の同盟には徳川家康と小早川秀秋が入っています。小早川秀秋は、当初西軍、三成側についていて、関ヶ原の戦いの途中、徳川家康側に願いって、合戦のね、行く末を決定づけたと。そういう位置づけの武将ですが、今回はですね、徳川家康側に敵の同盟者としてあらかじめ入っているようですね。それでは早速戦闘開始していきましょう。三成は家康に先んじて関ヶ原に到着し、笹尾山に陣を張った。その夜、家康の軍勢は南宮山を回り込む困難な道のりをたどって関ヶ原に入った。その間中濃い霧が立ち込めていた。実際霧がかなり濃かったというふうに言われていますね。そのあまりの濃霧のせいで両軍勢の戦闘を進んでいた部隊が偶然短時間の戦闘を起こすということもあった。こうして霧が晴れていくうちに南宮山の麓に据えられた家康の本陣が我が目にその姿を現した。イエス愛家の軍勢は戦場でそれぞれの持ち場に布陣している。年若い秀明は松尾山で絶好の位置に布陣。しかし秀明は三成を裏切るのではないかという噂がつきまとっている。私、大谷義継は秀明の前面に手勢を布陣。他にも裏切りや侮辱のつけが現実になりはせぬかとの懸念があるのだ。三成による侮辱に耐えてなお始末殿は戦ってくれるだろうか。すべては時が明らかにしてくれるだろう。はい、というわけでいよいよ開戦になりますが、一旦ポーズをかけてですね、敵味方の陣立てを見ていきたいと思います。まず、味方ですね。ここに三成の本陣が引かれていますね。三成。で、弓足軽ということで、基本足軽で編成された部隊になっています。で、家康の本陣を見る前に、もう少し三成側の陣立て見ていきましょう。三成の本陣の前には、騎馬隊が2体、それに弓の足軽が1体という布陣です。で、三成の本陣の東側には、島津の本陣です。騎馬隊、義弘という布陣。で、さらにその東側、ここに、石田側、西軍側の、なんて言うんでしょう。位置づけで言うと、浮田勢とか小西勢とかの位置するんですかね。実際に武将名はね、入っていないんで、定かではないんですけども、ここに、西軍の主力部隊が集結。で、さらにですね、南宮山の、ここに、小早川秀秋勢ですね。で、その小早川秀秋勢を見るように、2つの刀侍の部隊が布陣しているというのが西軍の布陣になります。で、敵の方、家康側はというとですね、刀侍、鉄砲侍、刀侍ということで、基本侍、クラスが、主力の部隊になってますね。で、この辺りには足軽部隊がいます。で、ここには、騎
騎馬隊ですね。刀侍、足軽、刀侍という布陣です。まあ、舞台の練度で言うと当然足軽よりも侍、刀侍とかね、弓より鉄砲の方が強かったりするので、まあ、残念ながらちょっと戦力図で見るとかなり苦しいのかなという感じはするんですが、まあ、このね、劣勢を何とか覆していきたいと思います。早速、ちょっと陣をいじっていきましょう。もう少しですね、山の斜面沿いに布陣していきたいと思います。で、駆け上がってくる敵を、この斜面を利用して攻撃するという作戦です。で、今ここにいる2つの騎馬隊は、ここにいても敵の攻撃にさらされるだけなので、移動させましょう。肝心のこの西軍の主力ですけども、ここに弓足がある、弓足があると。なので、弓足があるを前に出しとくっていうのはちょっとリスキーなので、弓足があるの前に、刀侍を配置して、少し防御力を高めましょう。で、足軽ももう少し前に出しときましょうね。で、まあ、史実はどうあれ、とりあえずすぐに小早川勢が裏切るということもないと思いますので、この貴重な刀侍の部隊も関ヶ原の戦場に引きずり出します。引きずり出すというか、まあ、自分の部隊なので、まあ、出てきてもらいますというとこですね。こんなとこですかね。はい。それではポーズを解いて、いよいよ開戦していきましょう。まずは、三成の本陣の陣形をちょっと整えておきたいと思います。で、敵の方も早速動いてますね。ここは。敵の騎馬隊が早速動いてきてますか。そしたら、こいつを。そしたらちょっとですね、ここで敵がもう来てますんで、少し向こうの方も動かしておかないといけないですね。で、三成の本陣の方はというと、で、気になるこちらの方はというと、戦いが起こりつつありますけど、これが刀侍か。刀侍に足軽をぶつけると簡単に撃破されてしまうので、複数の部隊で攻撃を仕掛けましょう。
で、これ鉄砲侍か。鉄砲侍に対しては騎馬隊をぶつけて、早々に退場願いましょう。で、敵が、こっちにやってきてますね。三成の本陣の足軽部隊はどちらかというと守り通すと。ここで恐れながら島津は参戦せぬでしょうと、書状を届けに行った使者が下馬しなかったことが彼らの誇りを傷つけたようですと。これ、三成がし、たす、し、あの、援軍要請をした時にね、派遣した使者が、まあ、下馬しなかったと。それが気に入らなかったというふうに言われてますけども、まあね、実際どうだったかは別として、これはかなり痛いですね。ここはもうなんとかね、踏みとどまってくれとしか言いようがないですね。一旦こっちに戻りましょう。三成の本陣が危ない。恐れながら裏切りでござりまする。秀明が徳川に、寝返りましたということですね。これは今、笹尾山の方に兵を割く余裕が全くないっていう状況になってますんで、どうしようかな。そうは言っても、ある程度陣を割かない、部隊を割かないと厳しいですね。今戦況は一進一退なので、ここをねうまく乗り切ればどうなるかわからないですからね。足軽がちょっと数が足りてないかな。ただここの今選択してる足軽は唯一の足軽なので、この足軽をね
三成の本陣から出すわけにはいかないので、今いる部隊でなんとか抑え込んでいくしかないですね。問題は、今笹尾山にいた小早川勢がどう動くかだなぁ。とか、小早川勢がどんだけ粘ってくるかですね。小早川勢が奮戦するとなると、かなり苦しい戦いになりそうですけど。やっぱりこっちに向かってきてますね。一旦ちょっとここで陣を整えた方がいいな。これは弓隊が危険にさらされてる。けどどうにもならないな。薙刀の侍部隊が迫ってきてますけどどうにもならない。小早川が裏切らなければかなりね、いい感じで戦ってるんですけどね。今ただ関ヶ原の戦場の大部分を小早川勢が占めてるという状態ですね。で、これで、完全に、小早川勢に敗走してしまったので、ここからですね、問題は。部隊を、一部割きましょう。この二つを、島津の援軍に出しましょう。おそらくこの流れだと島津のところに最初に行くかなと思ったけど、そうでもないかな。島津に行くのとこっちに来るので分かれてますね。これはまずい。戻しましょう。そしたらここで一旦停止して、今島津勢が参戦してる。これで戦いは一進一退になりましたね、再び。小早川勢がなかなかが勢いが弱まらないですね。
足軽の数が足りないな。今なんとか足軽で敵を食い止めているという状況ですね。ただ槍の足軽がもう数が残り少なくなってます。そうなると残りはもう弓の足軽しかいなくなってしまうので、そうなるとかなり苦しいですね。突破されつつありますね。小早川勢の前に、あとちょっと足らずというところですか、これは。そうですね。惜しかった。まあ、残念ながら負けてしまいました。やっぱり小早川勢の対策がね、ちょっとぬるかったな。小早川の抑えを、川が渡ってくる手前あたりで食い止めるような動きをした方が良かったかもしれないですね。ちょっと今回は残念ながら、関ヶ原の戦い負けてしまいましたけれども、今度はね、勝てるように策を練り直してプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もですね、期待していただければと思います。もしくはですね、あそこでちょっとこの動きまずかったんじゃないの？とか、どこそこの部隊をもうちょっとあそこに向かわせた方が良かったんじゃないかとか、まあ、そういうアドバイスがあればですね、ぜひ、そういうアドバイスもお願いしたいと思います。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。また次回も。